ここから先は俺の喧嘩だ。いいえ先輩、私たちの喧嘩です。何か最強の陰陽師だよ。やるもんかよ、陰陽師なんて。逃げるわけにはいかない。お前はどうすんだ。悪い汚れは全て払う。私は陰陽師だから。清めたまえ。罪も汚れも全部まとめて払ってやる。かつて人は妖怪を恐れた。その妖怪の先頭に立ち、百鬼夜行を率いる男。人々はその者を妖怪の総大将、魑魅魍魎の主、ぬらりひょん。世界には一匹の蛇竜が存在している。その竜の名はダダンゾート。俺の名はヒーロー。職業はさすらいの剣士。希望などという言葉はいつからかこの世界には存在しなくなったのかもしれない。新番組、聖戦ケルベロス、龍国のファタリテ。うなれ俺の剣、憎きダダンゾートの心臓を貫け。運命を切り裂け。俺は最強のエクソシストになる。兄さんは常にエクソシストたちに命を狙われる。兄さんが父さんを殺したんだ。ただ俺は強くなりたい。俺のせいで誰かが死ぬのはもう嫌だ。エクソシストになってやる。燃え尽きろ。青のエクソシスト。やめろ、やめてくれ。人は死ぬ、しかしお前はどうでもいい。違う。開け、殺せ、全てだ。逆らうよ。お前の分子は砂となって消える。存在を解析、解除。始まりは破壊だ。我は何も生み出さない、恵まない、救わない。ただ消すだけ。真っ白に砕けろ。ブケッ。
壊れろ、消えろ、潰れろ、弾けろ。どっちが魔法帝になるか勝負だ。俺は魔法使えねえのか。四つ葉のクローバー、あの伝説の幸運が紛れ込んだグリモワール。俺は魔法帝になる。見てろよ、俺は魔法帝になる。君の伝説は始まる前に終わりだ。何なんだそのグリモワールは。諦めないのが俺の魔法だ。7匹の獣のシンボルを体に刻んだ王国最強最悪の騎士団。あの伝説の7つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。俺には俺のやるべきことがある。七つの大罪。